宇都宮環状道路標識宇都宮市鶴田町付近、宇都宮市西川殿、本町三丁目付近宇都宮環状道路は、栃木県宇都宮市の外縁部を一周する環状道路である。愛称は、宮田巻。英語表記は、宇都宮リングロード。このほか、宇都宮環状線と呼ばれることもある。宇都宮市中心部に集中し、飛躍的に増大していた交通を適切に、 分散誘導するために計画、整備された道路で、市の外縁部を一周する、都市環状道路としては、日本初の本格的な環状道路である。1971年より整備が開始され、25年の歳月をかけて1996年に全線、開通した。総延長は 34.4km で、東京特別区の山手線とほぼ同じ。全区間が4車線化されている。 この道路の開通により、市街地の渋滞の緩和、市街地の通過時間の大幅な短縮といった効果が現れたが、郊外交通量の増大に伴い、宇都宮環状道路でも渋滞が頻繁に起こるようになっている。沿線にはロードサイド店舗が林立している。朝、夕の通勤、通学時間帯に起こる渋滞を解消するため、主要交差点の立体化整備を 順次進めている。2005年度平日24時間交通量、宇都宮環状線の表示例宇都宮南署前、交差点宇都宮環状道路は、宇都宮環状線や外環状線などと案内されることがある。宇都宮環状線は、1980年代後半に、宇都宮市議会が制定した道路愛称において、当時、宇都宮環状線と命名された名残である。 全線開通時には県が改めて宇都宮環状道路と命名しているが一部政府関連機関などが従前の宇都宮環状線をそのまま使用している。ありがとうございます。